はオートミールクッキーを作っていきたいと思います。まずは熟したバナナ、オーツ、お好きなナッツバター、バニラエッセンス、プロテインパウダー、そしてメープルシロップ、これをただ混ぜ合わせていくだけです。それでは作っていきましょう。バナナ1本を入れていきます。バナナを潰すときに、しゃもじでもいいですし、私はしゃもじを使いました。フォークでも大丈夫です。で、次にメープルシロップを入れます。そしてバニラエッセンスを入れていきます。で、またよく混ぜます。で、次に私はナッツを、先ほど紹介しなかったんですが、ナッツを入れていきます。チョコレート、ダークチョコレートでも大丈夫です。チョコレートが嫌な人は私みたいにナッツを入れてください。その次にナッツバターを入れていきます。私はアーモンドバターを使いましたが、お好きなバターで大丈夫です。で、また混ぜていきます。その後にオーツ、私はオーツをブレンダーにかけて粉状にしました。それと今回はプロテインパウダーのチョコレートを入れていきます。このようによく混ざったら、次は丸めていきます。オーツは腹持ちもいいので、ちょっとしたスナックも食べやすいと思います。こんな感じです。これは広がらないので、結構くっつけておいても大丈夫です。これで後で、あとはオーブンに入れていくだけです。なのですが、私は
少しだけ余計にナッツを入れていこうと思います。あとはチョコレートがちょっとあったのでチョコレートを上に乗っけてみます。あとはこれで焼くだけです。多くの人がお米やオーツを買ってストックしていると思います。ぜひこの機会に作ってみてください。カリカリなクッキーではないのですが柔らかくてとても美味しいです。こんな風にすると手土産にも喜ばれます。ぜひ作ってみてください。今回のこのオートミールクッキーはヨガももさんのレシピを変えて作ってみました。もしよかったらオリジナルのももさんの YouTube も拝見してみてください。概要欄に貼っておきます。今回のこのレシピはヨガももさんのレシピを少し改善して作ったものです。もしよかったらそちらのオリジナルももさんの YouTube も見てみてください。概要欄に貼っておきます。